症とは、日射病や熱射病等の総称です。結論から言えば、熱中症の大半は屋内で起こります。例えば、1気温35度、湿度 40%、2気温28度、湿度 70%。どちらが熱中症になりやすいと思いますか？2が圧倒的に危険です。湿度が高いと、体内の熱が放出できないのです。サウナで気分が悪くなったり、倒れたりする人が多いのもこのせいです。では、どうぞ。35度 C を超える猛暑日も珍しくなかった2018年の夏。命に関わる危険な暑さという表現で注意喚起が行われたことからも、異常な暑さに見舞われたことがわかります。ネット上にも、異常な暑さに関する様々な注意喚起や問題提起がありました。夏の甲子園は本当に8月にやる必要があるのか。夜でもエアコンをつけないと熱中症になるから気をつけて。2020年の五輪はこの時期にやって大丈夫なのだろうか。今までは大丈夫だったからという理屈が通用しない状況になりつつあることがわかります。ところが、中には命に関わる危険な暑さを理解できない人もいるようで、張り紙を見て悲しくなる。柳瀬なち@柳瀬さんが池袋にある店で1枚の張り紙を見つけます。そこにはこう書かれていました。熱中症予防のためレジ担当者が水分を補給している場合がありますが、何卒ご理解ご了承くださいませ。レジ担当者が熱中症予防のために水分を補給する当たり前のことが書かれているだけと感じる人もいるでしょう。しかし、柳瀬なちさんはわざわざ張り紙をした店側の意図をこう汲み取りました。こういう張り紙をしないといけないようなことがあったんだろうな。はっきりとは書かれていませんが、レジ担当者が水分を補給することに対してクレームや文句があったと考えたのでしょう。命に関わる危険な暑さは炎天下で活動している人だけに当てはまるものではありません。室内で働いている人であっても熱中症予防のための水分補給は欠かせないのです。ほとんどの人はレジ担当者が水分を補給することに違和感はないでしょう。ところが、週には店員が仕事中に水を飲むなんてけしからんとクレームをつける人もいるといいます。本来であればレジ担当者が水分補給をするために何卒ご理解ご了承くださいませなどという張り紙は必要ありません。当たり前のことが当たり前に受け入れられる環境になることが望まれます。レジ周辺は機械が多く、意外と熱がこもるのかもしれませんね。パソコンやテレビってすごく熱を放出してるでしょ。ちなみに今年、熱中症で救急搬送されているものの約7割が室内で発生してます。